森の何がすごいかっていうと本当に行っちゃうんですよ。優しさとかでオブラートに包まないんですよね。しかもなぜなのかっていう説得力を自分のこの踊りとかパフォーマンスで見せられる人。それはその場でやっていけばよくて、じゃあここから何始める3時間にするかというと、マーキングしてる暇1秒もないっていうか、だから何で今マーキングしてんのってなると思うんだ。マーキングで100回やるんだったらフルアウトで10回やった方が良くないっていう世界になってくると思うの。前に出ないんだったら出さないぞ結果。みんなにフィットするフィットしないっていろいろあるじゃん。例えばヒップホップフィットする人もいれば R&B がフィットする人もいるし、ポップスがフィットする人もいると思うけど、今はいここで勝負の場って言われた時に私フィットしないからって言ったらもう戦えない、もうステージにすら上がれないっていうか、だからフィットするかどうかじゃなくて戦うのかどうかっていうところ、その意思があるかどうかで、意思がないんだったら今日は帰った方がいい。なんか掴めないと思う、世界には行かないと思う。OK、いけそう。はい。OK。飲んでいい？はい。大丈夫そう？はい、大丈夫。OK。なんか、なんかみんなのそれぞれの戦い方してごらん。OK。はい、なんか一つでも出せよ。覚えさせろ、自分の顔。OK。で、帰る。うっす。はい、素晴らしいです。わかりました、了解です。じゃあちょっと時間3時間しかないんで、どんどんやっていきますね。僕が見てる限りメンバーの半分以上は理解できずにただただ打たれながら、打たれただけではなくてやっぱり反発心というか、あなたに何が分かるのみたいなことになんかなっていったような、そのループに入っていく限りプロにはもうなれないんですよね。自己評価の世界ってアマチュアじゃないですか。人から評価されることとやっぱり自分をバランス取れて総合的に上げていけるっていうのがプロになるので、今まで好きでやっていたダンスではないぞと。では頭からやっていきましょう。 OK。 じゃあ、みなみちゃんも来てで、あとみんな足したいこと。 OK。 じゃあそうなるとしたら、それで一回みんな離れて見して、でちょっと俺ちゃんと見るわ。一番初めのサビを踊ってみてもらっていい？あ、ちなみにもう一回言うよ。ちなみに俺の勝手なジャッジだけど、俺クソフェアだからね。俺みなみちゃんなんか勝つわけ1ミリも持たないから、ね、一番いいのからしか俺あれだけど、ぶっちゃけあんまり差がない。自分の色をしっかり出せばいい。でも差がないからマスになっちゃってる今。まずみなみちゃんがあそこに置かれた時点で殺すぞって思ってるわけ俺だったら。でそしたら今度は俺に対して殺しじゃなくて、踊りなりパフォーマンスで殺せばすぐにそこを自分の目に持ってこれるんだ。でそれがまだあるようでない角川のこともないんだよ。自分らのダンス人生だから行こう。そしたらこの自分らのダンス人生で生きていくのに、それさえあれば角川にいようが今回がいないが、リーリーフが途中で終わろうがずっと勝つけど、曲が終わって「はい終わった」っていうのは俺からするとクソ冷めるっていうか、ヒップホップってダンススタジオにあるもんじゃないんだ。カルチャー、人生、
本当にそれが今この瞬間に見せてくれないと俺光らせれないよ。あの俺悪いけど同じことばっか光らせるよ。だって光ってないもん、どうやって光らせるの話やそれ。パスできないよ俺。あの対談のやつで言ったけど、本当リハーサルで光ってないの、本番で光らないから。だから今ですよこの瞬間。やってみたからわかる。でも一個だけあのすごい褒めたいのは、あんな感じに毎回違っていいよ、あんな風に遊んだったらいいんだって、っていうのあれはそこにバイブスがあるから気持ちいいみたいな。あとここが多分カットで考えてるみたいなので、それが、あ、パンパンドーンって出したんだ。もうあそこでなんかさっていって次こうやって入ってほしいです。そしたら画面が縦にスクロールしてポン。いやあのね、もう先になんで俺がこんなにあのカット割りをそこまで嫌だっていうことを言っていい、はい、あの間違えるとあのよくダンスビデオって安っぽくなるんだよね。俺は見てて、あ、ダンスの動画だな、ダンサーの動画だなっていう、これをダンサーの動画悪く言うんじゃないけど分かるでしょ、ダンサーの動画のよくあるやつだなってなるときに俺それ以上で言ってほしい。俺の目標値っていい、アーティストたち一人一人がみんな集って十何人がこう踊ってるっていう風にしたいんだ。俺のバックダンサーで今回来てもらってるケイタ君ありがとうって言ってないでしょ。俺みなみちゃんもフューチャリング見ない。これ俺されたことないんだよ。なんか一曲丸ごとでももう見たいって思わせるものにしたいんだよねっていうのが俺の根底にある、これのあれなんだ。結論言うとこれやることは簡単だからできるようにします。でもやらずにいけるステージングにしてそのまんま入れないっていう。女の子たち4人が来るとこあるじゃん、ちょっといい、そこ、うん、で今そういう感じやってると思うんだけど、これケントね、真ん中に来て5678、これを全部アテンション振り付けるか知らないけど、この人に対してやって、5678、俺のスターの俺は君とのはい、おね、あのこの人にアテンションって言ったじゃん。で自分らあのいい環境っていうことなのか悪い環境っていうのはどっちかなんだけど、鏡があるってことにもうね囚われすぎてる。もうストゥディオキッズなんだ。ここにアテンションっつったらここにアテンション、こんなもんいらないんだ別に、わかる。でそれをやってるからなんていうの、なんか全部がここにとらわれてる。ここ見ないとじゃなくてここじゃないんですよ、ここなんですよ。これがここに向かっててどうなのかっていうのをやってほしいんだよ。 OK? アスノスターの俺は君とのアイコンね、夢に見たよね、おぜおないおぜおないえ、グッ。これは振り付けがみんなを邪魔したのかどうかはですね、ごめん誰が振り付けしたか知らないけど、あの今のを振り付けあってもなかろうが一発目から見せるのがプロなんですよ。なんで俺からのリクエストはそれに関してそれぞれがみんなあの欲しいで輝いてもらって、でそれを最後もう本当にオービットみたいにこう軌道みたいにこう合わせてバチンってなる瞬間ができたらいいなと。 OK です。はい、そしたら長男に近づきたい。さっきみんなには伝えたけど、こうなんていうんだろうな、崖っぷち感、崖っぷちに行くとそのプライドとか言ってる場合じゃなくて、イエスかノー2つの選択しかなくなる。あの明日それに届くとなんか俺は信じてるし、マイナスとマイナスの戦いじゃなくてプラスとプラスの掛け算になる戦いをぜひしてほしいなと。あの全てはあのラブとリスペクトでできてるから、言葉も何もかも、そうだからそこをなんか明日到達できてあのいけると俺はいいんじゃないかなと思います。何したっていいんだって。大丈夫。何したっていいよ。大丈夫。マッセ。じゃあケント言ってよ。俺はまだしもケイタ君は入れてます。Show.
ダンスって最高やなって今日めっちゃ思って、なんか苦しい思いしてたり悔しい思いめっちゃしてきたけど、こうやってみんなで踊ることでなんか全部吹き飛ばされて、もうなんかもうとにかく最高やなっていうのを今日感じたんで、なんかこの最高やなっていうのをもう毎日毎日続けてって、なんかもうハッピーになりたいなって。いつもはみんなでもなんかこうだそうみたいな感じで頑張ってやってきてるけど、限界までいつも頑張ってたつもりだけど、やっぱり高齢くらい個性がすごい人を目の前にすると、やっぱりみんなもそれに戦おうとしてもっと個性が出て、なんか今まで見たことないなんかみんなを見れたし、またみんなが一皮向けて次はなんかケントさんがいない状態で開幕戦の時になんかもっとその個性をみんなだけで繰り出せるようにしたいなと思いました。ケント、キンコッチョこういうとこで、もう人のダンサーに限らず、いろんな人の能力の限界を超えさせる瞬間を作り上げてきたら、この瞬間を一つでも逃したら大きく変わる、絶対にワンステージも落とさない自分がね。俺が現場にいたマドンナのクルーとか、ここにキングチャールズいて、ここに誰々いてみたいな、嘘みたいな奴らの中でビッグビボーいてみたいなさ、タイトアイスいてみたいな、そこで俺何やんのってな。みんなはこのいいこれ虫虫だけ覚えてる、普通の次元爆弾ないんだよ。あの時は11名だったかな、この中でまだ才能と呼べるものを見つけられないよ圭太君っていうことを言われて、で僕あんまりこうケント の意見に対してこういやそうじゃないっていうのは言わないんですけど、ケントでも薄い皮の中にビビットの才能が本当に埋まってると、だから俺を信じて磨いてあげてくれっていう話をして、でそのミュージックビデオになった瞬間にやっぱ彼らがケントも予想だにしない才能がそこで見え始めたんですよ。やっぱりあの時に見つけた13人もっと光るんだろうなっていうのは実感として得ましたね。